家族ゲームは、本間陽平作の日本の小説。1981年の第5回、スバル文学賞を受賞した。また、それを原作とした映画、およびテレビドラマ。1982年、テレビ朝日にてこの小説を原作とする2時間ドラマが、制作される。後に、松田優作主演の映画、長渕剛主演の連続テレビドラマで有名となり、 2013年には28年ぶりに連続テレビドラマが放送された。なお、テレビドラマの詳細については、家族ゲームを参照。多くの問題を抱えた家族が受験に振り回される、様子をシュールかつコミカルに描いている。団地に住む4人家族の沼竹。工場を営む父、専業主婦の母、優等生の長男、新一、そして家族の悩みの種である落ちこぼれの次男。 茂行ある春の日、茂行にとって6人目の家庭教師、吉本がやってくる。無名の大学に7年も在籍しているお世辞にも、優秀な人物とは言えない吉本だったが、これまでの家庭教師とは違い鉄拳制裁を加えてでも、茂行を逃がさず徹底的にしごき、怯えながらも茂行は、言うことを聞くようになり、成績も上昇していく。一方で、 大学を留年しながらも意に返することのない、自由人な吉本の存在は、親の期待に応え優等生を演じてきた兄、新一の心に曇りを生み出す。万引きをしたり、からかってきた昔の同級生を殴ったり、勉強もサボり気味になり、生活が沈んでゆく。ついには、両親の態度の変化に耐えきれず、選手交代と吐き捨てて学校にも行かなくなってしまう。 やがて、重げが、志望校を決めなければいけない時期になる。すでに周囲が目を見張るほど成績が伸びており、兄の通う A 高は難しいにしても次に良い B 高を受けてもいいのではと勧められるが、本人はさらに下の C 高を主張して曲げない。B 高は、重げのいじめっ子も受験するからだ。しかし結局は、母の意向に従って、B 高に決めてしまい、それを知った吉本は激怒。 同時に、一時的な強制で、成績は良くなっても、自分のやり方では人間を変えることはできないと思い知る。茂幸は合格し、両親から感謝される形で、吉本は沼竹を去ったが、その口調に依然ほどの迫力がなくなっているのを、新一は見逃さなかった。再び春がやってきたが、新一は相変わらず、茂幸もやはりいじめっ子に暴行を受けて、 次第に投稿しなくなる。怒鳴り散らす父親に一年浪人して、A だかに行くというしげだが、新一は当面の名を逃れるための嘘だと見抜く。しかし父親は納得してしまい、母親は反対するも押し切られ誰も自分の意見を聞いてくれないことに涙を流す。何もかも決めかねている新一の耳に、母のおえが彼の背中を刺すように押すように聞こえてくる。 1983年6月4日公開。監督は森田義光、主演は松田優作。キネマ旬報ベスト10第57回日本映画、ベスト1などを受賞した。キネマ旬報市場で実施された、1980年代日本映画ベスト10の第1位となった。中学3年生の沼田茂之の高校受験を控え、父の康介、母の近子、 兄の新一たちまで家中がピリピリ。出来のいい兄と違って、茂幸は成績も悪く、何人もの家庭教師がすぐに辞めていた。そこへ三流大学の七年生という吉本が家庭教師としてやってくる。康介は吉本を車の中に連れて行き、茂幸の成績を上げれば特別金を払おうと約束する。暴力的な吉本は勉強ばかりか。 喧嘩の仕方も教え、成績が徐々に上がり始める。茂雪は幼馴染みで同級生の土屋に、いつもいじめられていたが、殴り方を習っていた甲斐があり、ついにやっつける。茂雪の成績はどんどん上がり、兄と同じ A ランクの西部高校の合格ラインを超える。ところが、茂雪は B ランクの神宮高校を志望校として届けで両親が怒り、 志望校の変更を吉本に依頼する。吉本は学校に駆けつけると、茂行を担任の前に連れて行って、強引に変更させる。西部高校に行きたくない理由を新一に尋ねると、秘密といって茂行が土屋と同じ高校に行きたくないのは、小学生の頃、授業中に茂行が大便を漏らしてしまったことを土屋が知っているからだという。 あまりのバカバカしさに吉本と新一は大笑い。結局、土屋は私立高校に行くことになり、茂幸は西部高校に見事合格し、吉本の役目は終わり、お祝いをすることになった。康介は最近やる気をなくしている新一の大学受験のための家庭教師になってほしいと依頼する。しかし、一流大学の受験生に三流大学の学生が教えられるわけはないと。 吉本は断る。茂げの合格祝いの最中であるにもかかわらず、勉強の話ばかりするコ介スケに腹を立てた吉本は、バラバラの家族が横に並んだ、食事中に暴れて、大混乱を起こす。しかも、茂げは高校に入った後、吉本が来る全同様のやる気のない生活に戻ってしまう。家族をよく理解していない母が部屋でまどろんでいると、外から、 ヘリコプターの音が聞こえてくる。重幸の学校関係者、新一の関係者その他冒頭は、伊丹み三自身の女たちよ。初秋のエッセイ、み玉焼きの正しい食べ方のパロディが描かれる。カウンターのような横長の食卓に家族が一列に並ぶ異様な食事シーンは、見る者に強い印象を与えた。まるで、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐のように家族が横に並んだ。 食事中に吉本が暴れるが、これは家族と食事を考える大きなテーマとなっている。また音楽は一切入らず、代わりに食べる時の音など効果音が強調されている。ソフト情報書籍1982年11月8日月曜ワイド劇場で放送。続編の家族ゲーム通話1984年3月12日放送。主演は か賀武氏。1983年8月26日から9月30日、TBS テレビにて、家族ゲームが20時20時54分に放送された。全6回。主演は長渕剛。この作品の評判から、翌年の4月20日から7月13日、TBS テレビの同枠にて続編が放送された。 2013年4月17日から6月19日まで、富士テレビの毎週水曜日22時22時54分枠で放送された。主演は桜井翔。平均視聴率は13%で、最終回には16.7%を獲得した。バラエティの水中からドラマの水中へ。記念すべき第1弾は、 嵐の桜井翔主演の家族ゲームアーカイブド2013年1月31日アット・ザ・ウェイ・バック・マシン2013年1月29日閲覧1980年代日本映画ベスト10キネマ巡報2019年1月上旬特別号キネマ巡報社2018年8から9ページ2013年のドラマ版では江本隆史役として ゲスト出演している例えば、三田宗介、現代日本の感覚と思想講談社学術文庫、P27 から28。三田は現代家族の虚構性を表すものとしている。ただし、黒沢明の赤ひげに同様の構図の食事シーンがある。ありがとうございます。